コンタックス G は、京セラが1994年に最初のモデルを発売し、2005年まで販売されていた、コンタックスブランドのレンズ交換式、オートフォーカスフィルムカメラシリーズである。交換レンズを、主として、周辺機器により、システムを構成する。コンタックス G1 プラナー T45 メートル MF に装着。 コンタックス G2 オゴン T21 メートル MF2.8 よび外部ファインダー GF-21mm 装着コンタックスブランドでは、この以前にコンタックス T シリーズという、いわゆる高級コンパクト機があったが、G シリーズではレンズ交換式とし、より趣味性の高いものとなった。当時はレンズ固定式の一般のカメラからは、 距離計が完全に消滅し、一眼レフ方式以外のレンズ交換式カメラは、ライカに代表される距離形式がもっぱらであったため、オートフォーカスレンジファインダーと銘打たれたが、距離形式ではない。T シリーズと G シリーズの関係に似たようなシリーズとして、コニカのヘキサーとヘキサー RF があるが、ヘキサー RF は距離形式を採用した。G シリーズは、 レンズ交換式カメラをオートフォーカスをはじめとして完全電子化するという野心的なシリーズで、ボディは初代コンタックス G1 及び後継機種コンタックス G2 の2機種が設計、生産された。両機種、レンズとも機能性、画質、デザインといった多くの面で完成度の評価は高く、また極端な高級路線を取りがちな。 コンタックスブランド製品としては、比較的現実的な価格も多くのユーザーを受け入れる下地となった。一方で、コンタックス G1 のオートフォーカスは、光学式ではあるものの、撮影者が二重像を確認することはできず、焦点合わせの結果に不安があるという、オートフォーカスフィルムカメラの弱点であり、距離形式を選ぶ理由となる点について、 本シリーズ機には距離形式としての利点がないというのが大きな弱点である。G2 ではオートフォーカスの向上のため赤外線によるアクティブオートフォーカス併用となった。ファインダーは、いわゆる実像式タイプだが、取り付けられたレンズの焦点距離を電子認識し、自動的に表示範囲の調整とパラララックス補正を行う機能を備える。 特にコンタックス G2 のファインダーは、ズームレインズの画角変化にも逐次追従するなど、高機能なファインダーとなっている。京セラのカメラ事業撤退により、アクセサリーを含むすべての製品が2005年3月を、もって、生産終了、同年9月に出荷完了した。以下記事中に、希望小売価格として記載した円建ての価格はいずれも、発売当時に京セラが、 日本国内で提示していた税務き希望小売価格である。中古相場はコンタックス G2 で4万円から6万円程度と希望小売価格比で非常に低く流通量の多さも含め他のコンタックスブランド製品と比較して入手はや安い。コンタックス G シリーズボディに共通の不具合としてシャッターボタン横に取り付けられている。 フィルムカウンター窓の小型液晶パネル内装で劣化による滲みが起きるという問題を抱えており中古での購入時にはこの現象が起きているか否かあった場合には枚数表示の死人に影響がないかを確認する必要があるまた外装はチタンであるものの内部部品にはプラスチックが多用されておりこれらの経年劣化損傷が起きやすい G2 ブラック G には ボディカラーが通常のチタンジーロのものとは別にブラック塗装のモデルが数量限定で生産された。このモデルは一般に G2 ブラックと呼ばれ、日本では先代限定で1997年9月10日に発売された。ボディに合わせて各 G マウントレンズにもブラック塗装モデルが用意されたほか、レンズキャップやフードといったアクセサリー類にも ブラックと装品が生産され、レンズ本体とセットで入手できた。コンタックス G マウントコンタックス G シリーズのレンズマウントは専用に設計されたコンタックス G マウントである。合計 44.0mm、フランジバック 29.0mm で、電子接点はレンズ側が9つ、ボディ側はコンタックス G1 が5つ、コンタックス G2 が7つである。 取り付けの構造はいわゆるスピゴット式で、ボディとレンズを接合させ、強闘後部のリングを回転させて固定する。取り付け時に、レンズ側の絞り指標も回転する仕様のため、ボディから分離されたレンズは、絞り間の回転範囲と指標の位置が一致しないが、壊れているのではなく、それで正常である。コンタックス G マウントは、過去の、いかなるレンズマウントとも直接的な互換性を、 持っていない。純正マウントアダプターが、がマイナスイチを使用することで、コンタックス一眼レフ用のレンズを取り付け、マニュアルフォーカスで使用することができるが、これ以外のマウントアダプターは、非純正を含め一つも発売されなかった。また、コンタックス G マウントはもともと、フランジバックが短い上、レンズ側もボディ内にミラーなどの障害物が、 存在しないことを前提に設計されているため、コンタックス G マウントレンズを無限に、ピントが合う状態で一眼レフボディで使用することは、不可能である。フランジバックの短い近年のレンズ交換式、ミラーレスディジタルカメラでは、使用可能なため、2010年頃から、各種アダプターが販売され始めた。他には、ライカエムマウントに改造するといった方法もある。 いくつかの業者では、距離計に連動させるカムも加工している。プラナー T35 メートル MF に、サクレイウドムルト共和国の首都イジェフスク、コンタックス G に強セラ純正の、コンタックス G マウント対応レンズは、オートフォーカス単焦点5種、オートフォーカスズーム1種、マニュアルフォーカス単焦点1種の、計7種類が発売された。 レンジファインダーカメラらしく広角レンズを中心としたラインアップで全てカールツイスブランド T コーティング仕様となっている。焦点距離では 16mm から 90mm までが用意されているがボディ内蔵ファインダーが対応可能な画角は 28mm 以上であるため 16mm、21mm 16 21、mm、レンズにはアクセサリーシューに取り付けて使う。 専用外付けファインダーが付属する。これらのファインダーにはパララックス補正の機能はない。コンタックス G1 は35から 70mm には対応しないほか 21mm、35mm 21 35、mm、レンズの使用にはメーカーによるアップデートが必要である。対応ボディがわずか2機種しか発売されなかったことから中古市場での価格はリーズナブルであるが 性能面では描写力に優れた 45mm プラナーやカルト的人気を誇る 16mm ホロゴンをはじめとしてラインアップされている製品すべてが高い評価を受けているレンズ構成が比較的本来の仕様に近いものが多いためブランドだけではない本物のサイスレンズを体験したいユーザーにも人気がある特に ホロゴン及びビオゴンに見られるバックフォーカスが極端に短い構成は一眼レフカメラ向けには物理的に設計できずまたデジタルカメラではイメージセンサーへの入射角の問題から性能を発揮しづらいためデジタル一眼レフ前世の現代においては極めて希少な存在であるべてのコンタックス G マウントレンズは京セラのカメラ事業撤退に伴い2005年3月に 生産完了となった。キョウセラによる補修サービスの期限は2015年3月となっている。2002年1月には日本国内の各小売店舗においてモニターキャンペーンという名目でレンズの安売りが行われ、この時点ですでに実際のレンズ生産は終了していたと見られている。キョウセラ純正のがマイナス1が唯一の存在である。 このアダプターを間に挟み込むことで、コンタックス、ヤシカマウントの一眼レフ用レンズを使用できる。コンタックス、ヤシカマウントレンズは豊富な種類がラインアップされており、特にコンタックス G マウントに存在しない 100mm 以上の望遠レンズを多く揃えるためが、がマイナス1の使用により選択肢を大きく広げることができる。付属品は前後キャップ。希望小売価格2万円。 露出決定は TTL 未絞り速攻による絞り優先オート及びマニュアル露出の双方が使用できる。コンタックス、ヤシカマウントレンズはすべてマニュアルフォーカス専用であるためオートフォーカス機構は動作しないがコンタックス G マウントボディはファインダー部に独立した距離計を内蔵しているため条件を満たせばボディの速興機能をフォーカシングの参考に使用することができる。 ただし取り付けられたレンズやフードの外径が 66mm 以上の場合、内蔵距離計の航路を塞いでしまうために、即居機能は動作しない。コンタックス G シリーズボディの特徴である、焦点距離下辺の内蔵ファインダーもがマイナス位置に連動する。がマイナス位置の共等部には、画角リングと呼ばれるスイッチがあり、28mm、35mm、50mm。 60mm、85mm 60 85、mm、のいずれかにセットできる。内蔵ファインダーはここで設定された画角を認識して、追従、パララックス補正も機能する。画角リングにない焦点距離のレンズを使用する場合は、最も近い値にセットすることを推奨されているが、この場合は当然ながら内蔵ファインダーでのフレーミングは目安程度にしか使えず。 パララックス補正にも誤差が出る。ファインダーと即挙機能の両方が完全に機能すると保証されているレンズは以下の8種である。評価の高いコンタックス、ヤシカマウント用標準レンズ、プラナーティ5 0メートル MF1.4 コンタックス、ヤシカマウントにわたマウント規格のレンズを使用するためのアダプターが流通しており、これらのアダプターとがマイナス位置を二段付けにすれば、 それらが対応するマウントのレンズをコンタックス G マウントボディで使用することができるようになる。ただしこの使用方法は設計時に想定されていない用途であるためメーカーからはいかなるサポートも受けられない。コンタックスヤシカマウント用アダプターが用意されているマウントの大部分は中オーバンマウントでハッセルブラッドがメーカー純正で生産したものが有名である。 M42 のように普及率の高いマウント用の製品も存在する。M42 マウントについては一時サードパーティー製のコンタックス G マウント用アダプターの話があったものの表舞台に出ることはなかったため結局二段付けによる仕様に頼らざるを得ない状況が続いている。遠隔撮影を行うには有線電気信号式のケーブルスイッチ L シリーズが必要となる。 無線式リモコンや、旧来の機械式ケーブルレリーズには対応していない。コンタックス G シリーズ用デザインのフラッシュは、下記に機種が用意されているが、いずれも小型タイプで、バウンス用の角度調整機構を持たず、電源がやや高額なリチウム電池であるなどの難点も、ある。コンタックス G シリーズボディは、 コンタックストラ K の全ストロボにも対応するため必要であればより大型のストロボを使用することができる。また他社製フラッシュもホットシュー接点やシンクロターミナルを介して AE 非連動で使用できる。ありがとうございます。